日本における抜歯の第一の原因となっています。歯周病の原因物質はデンタルプラークです。痛みなどの症状なく進行することの多い疾患のため、定期的な歯科受診が重要と言えます。クラチューチャンネル、こんにちは。倉敷中央病院附属予防医療プラザ歯科の安藤陽平です。この動画では日本人中高年において約 80% で罹患が認められると言われている歯周病の原因や進行させるリスク要因などについてお話しします。歯周病は細菌によって引き起こされる炎症性疾患で、炎症が歯肉に限局される歯肉炎と歯を支えている骨や歯根膜の喪失に至る歯周炎とに対別されます。口腔清掃が不十分だと歯と歯茎の際の部分にプラークが蓄積し炎症を起こします。初期のうちは歯茎が赤くなり腫れたりはしますが、痛みなどの症状はほとんどありません。進行すると歯茎から膿が出たり歯がグラグラするようになり、最後には歯を抜かなければならない状態になってしまいます。日本における抜歯の第一の原因となっています。また近年では糖尿病をはじめとするさまざまな全身疾患とも関連していることが示唆されています。歯周病の原因物質は歯の表面に付着した細菌の塊であるデンタルプラークです。口腔清掃が不十分であるとプラークが歯と歯茎の境目に蓄積し、バイオフィルムを形成することで発症、悪化します。またプラークは石灰化して歯石となります。これは歯磨きだけでは取り除くことはできません。この歯石は歯周病の直接的な原因物質ではありませんが、表面にプラークが形成されやすく、またプラークの除去が困難となります。歯周病を悪化させるリスク因子があります。まず局所的な因子として、不良な詰め物やかぶせ物、歯の形態異常、口呼吸、歯ぎしりや食いしばりが挙げられます。全身的な因子としては、糖尿病などの全身疾患や服用薬剤が挙げられます。その他にも環境因子として、喫煙、ストレス、食生活などが影響を与えると言われており、歯周病は生活習慣病の一つとされています。健康な歯肉は薄いピンク色で、歯と歯の間の歯肉は硬く引き締まっています。通常の歯磨きでは出血することもありません。歯肉炎の場合、歯肉は赤くなり歯と歯の間の歯肉が腫れ、歯磨きすると出血することもあります。歯周炎ではさらに歯槽骨の吸収が起こり、歯の揺れ、噛み合わせた時の違和感や浮いた感じ、歯周ポケットからの膿、口臭の悪化などを伴うことがあります。ただし痛みなどの症状なく進行することの多い疾患のため、ご自身では進行に気づかないことも多く、定期的な歯科受診が重要と言えます。クラチューチャンネル、次の動画では歯周病の検査についてお話しします。